はい、それでは今週もお散歩していきたいと思います。すごくいい天気になりましたが、いやもうね、熱中症にならないようにねしないといけません。もうね、あんまりお外で遊んでる人もねかなり少なくなりました。はい、今ね時間的には2時40分ぐらいですかね。非常に日中としては暑い時間帯となっております。はい、そして、今日の装備ですけどね、今日は GoPro Hero 10に、ようやくマウントボルトをね、装着しました。結局開封動画撮らずにね、もう初めてのお散歩でこのボルタをね、ボルタ持ってきました。はい、そして、GoPro Hero 10のねレンズのところには、テレシンさんの ND フィルターね、ND8 をね装着しております。ここまでちょっとね暑いと明るいとねシャッタースピードがね上がっちゃうんで、やっぱり ND フィルター必須かなということで、今日もハンバーガーショップが結構流行っております。はい、なんかドリンクとかね飲んでいきたいですけど、まだお散歩始めたばっかりなんでね、帰り道だったら飲みたいと思いますが、はい、今日はそんな感じで、GoPro Hero 10にね ND フィルターを装着してお散歩しております。この ND フィルターですけども、GoPro のね標準のレンズカバーの上にねかぶせるタイプとなっております。今日はね8を装着しておりますが、その他にはね、なんだっけ、変更 CPL、CLP と、あと16、32だっけな、2種類の ND フィルターがね他にあります。まあ計4種類のねカバーということで、セットなっているわけなんですけども、このテレシンさんのやつね残念ながらケースがついてないんですよね。なので他のやつどうしてるかというと、箱に入れておかなきゃいけないという、非常に面倒くさいというね、ここがちょっと難点です。はい、まあちょっとテレシンさんのこの ND フィルターね、気になっている方、説明概要欄の方にね Amazon の商品リンクを貼っておきますので、またね、そちらでちょっと確認してもらえたらなというふうに思います。はい、ちなみに今ねこれ2カメで撮ってまして、自分を自撮りしているカメラは、DJI のアクション2というね、これを、デュアルコンボで装着しております。ウランジさんのね、卓上マウントに装着して自撮りをしている感じです。ちょっとね DJI2 これ本当ね暴走してね、なんか音声しか撮れてない時とかねあるので、非常にこの暑い時期不安なんですけども、はい、今日はちょっと外亀でね、外亀っていうのもおかしいね、自撮り用にちょっとねところどころ2亀体制でね行きたいと思います。はい、そして今日のねお散歩コースですけども、実は、前回、前々回かな、前々回までは除湿機を、お届けしましたので、すごいやかましいねバイクがね、この前ねちょっと別のお散歩コースということで、行ったところにね途中になんか、公園みたいなところがあったんですけども、実はなんか動画の中で変なところでね編集がカットされてたというところでね、気持ち悪い映像になってたんですけども、実は、DJI のね、アクション2が暴走しまして、なんかね途中から映像は入ってなくて音声だけね、撮れてるみたいなね、そんな状態になってましたんで、やむを得ずね変なところでカットしてしまいましたが、今日はちょっとリベンジ的にねあそこの公園を今度ちゃんとね GoPro Hero 10でねしっかりと撮影してですね、完全バージョンでお届けしたいなというふうに思ってます。いやしかしこうやって2カメ体制で持ってるとすっごいしんどいね。はい、ボルタ結構重量ありますねこれ。GoPro も見ての通りね、モジュラーとこうね一緒に撮影しておりますが、こうやって目の前に行くとなんかこう DJI 撮影してるみたいなんで邪魔ですね。ね、こうやってね面白いね、こうやってお互い撮り合ってるみたいなね、そんな映像になってるかなと思いますが、はい、ちょっと手元のとこね映しましょうか。はい、こんな感じで
手元には、はい、このボルタね、リモコンの操作ね、できるようになってますんで、ザ・リモートを持ち歩くね、必要がなくて、はい、ここでね、はい、全部操作ができるというね、そんな感じになっております。はい、それでは、しばらくもう普通の道をね、歩いていくので、ちょっと例の公園までね、はい、動画はスキップしたいと思います。それでは到着したらまた撮影開始します。はい、それではちょっと例の公園の方へね行ってみたいと思います。いやしかし暑い。もうね汗が滴りおりますね。そしてはいここね櫓があって、はい時計が見えてきました。ここですね。はい前回 DJI アクション2がね。暴走して途中までしか撮れませんでした。あれから結構もう芝生もすごい伸びましたね。はい。まあ一応前回同様ぐるーっと回りたいと思いますが、はい。前回はね、ここをずっと行った先の石碑からね、その先ぐらいでちょっとね、暴走が起こりまして、DJI アクション2ね、熱でやられたんでしょうか。はい。映像がね、一時停止みたいになった状態で、音声だけのね、波形だけ残ってたという、そんなね、ちょっと不具合になりました。はい、ここにね、石碑がありまして。で、じゃあ向こう行ってみましょうというところでね、ちょっとね、暴走が始まったっていう感じです。はい、今回は GoPro Hero 10なので、確実にね、映像として収められるんじゃないでしょうか。はい。この辺ぐらいからね、DJI アクション2おかしくなりました。はい、今回は GoPro Hero 10ということで。まあ、大したね、映像ないんですけどね。ここに水飲み場のね、亀があって、前回来た時はね、ここ水いっぱいね、溜まってたんですけども。はい、そして、石を投げないでということで。はい、こんな光景になっております。直接海をね、見ることはできません。はい、こんな感じになっております。はい、こっちから見た風景はこんな感じですね。はい、ここに時計があります。今3時ちょっと過ぎということで、そしてこのね電灯がなんとも伝統的なね感じです。電灯だけにねみたいなね、そんな感じになっております。はい、今ちょっと GoPro のね給電状態を見たらボルタから給電してないな。なんでだろう。ちょっと後でチェックしたいと思います。はい、映像はね撮れてるかなと思います。はい、こんな感じでね結構人はいないんですけども、静かな公園がポツンとあるというようなね、こういう場所がちょっとね港から外れたところにあるといったところでしょうか。はい、いやここをね上がってくると結構ね高台で涼しい感じです。はい、いいね浜風がね体で感じることができます。はい、それでは、はい、公園を後にします。はあ、こう木陰が気持ちいいね。はい、そしてここ降りたところからねちょっとね戻って戻るのかな、ちょっと先行ったところぐらいで曲がらないと、並切不動産の方行かないということでね、前回ちょっと行き過ぎましたんで今日はねしっかり曲がりたいと思います。さあ今公園のね出口を出てきたところなんですが、坂を下ったね、このちょうど正面に見える建物がなんか青年会館みたいな、なんか漁業組合のなんか施設だったと思うんですが、前回はねここで本当は曲がらなきゃいけなかったところを曲がらずにですね、ちょっと先行きましょうかということで、ここをね右に曲がってずっと行くとね行き過ぎちゃったということなんで、今日はちょっとねここをちゃんとまっすぐね港の方に向かってね折り返していきたいと思います。釣り船の駐車場と兼ねてるのかな。はい、そして正面に見えてきたのがちょうどね、じいさんが前回ぐらいですかね、風がきついです、並切不動産からね、出てきたところの先ぐらいでねちょっと横道にねそれずまっすぐ行った右折地点という感じになっております。はい、ここは正解だったんだね。
本当はここに戻ってこなきゃいけなかったのを戻ってこれなかったというですね、そんな感じになっております。それでは今日は帰りはね、海浜公園の方をね通って帰りたいと思います。はい、今回も波切り不動産一応見ておきますか。はい、波切り不動産ね、安全祈願ということで、はい、熱中症にならず無事ね帰れるように、はい、お祈りをしまして、はい、不動産を後にして、そして、この大橋を渡って海浜公園の方を通って帰りたいと思います。さあ、藤棚のいつもの公園ね、休憩所にやってきました。さすがに暑いのか、あの草刈り用のスプリンクラーがねあちこちで今ねフル稼働しております。チュン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 言っております。そして誰もさすがにもう暑いからいないですね。はい、じゃあここでちょっと休憩しつつ、冒頭にもねちょっとお話しましたけども、今日のねGoPro、 これのねセットアップのね簡単なご紹介をしてみたいと思います。さあ、それでは今日のね GoPro のセットアップを説明していきたいと思います。はい、撮影に使っているのは DJI のアクション2ですが、ちょっと熱暴走怖いんで、さっさっと終わりたいと思います。はい、今日は GoPro Hero 10にねメディアモジュラーをつけて、そして、レンズにはねここにはテレシンさんの ND フィルターね ND8 をつけております。そしてマウントの方はボルタです。はい、ここの接続部はねくるくる回転することができます。そして、手元にね、ここにリモコンがついてまして、ここで、録画のオンオフね、それから電源ボタンとモードの切り替え、そしてここでね、Bluetooth の接続、そしてここでね、電池の残量などを見ることができます。で、モードのね、切り替えによってここに、まあ光ってないですけど、インジケーターがあるということで、グリップ自体がね、こうバッテリーになってまして、こう折りたたむようになっててね、こういう風な、まあマウント三脚みたいに、まあ、こう置くことができるということです。で、ここには、プチッと押すと、こういうね、またマウントが出てきて、まあ、あのショルダーなんかのところにねこうつけれたりいろいろできる、またこう リトラクタブルなね、収納式のマウントがあります。はい、そして、ここが充電ポートでね、よいしょちょっと開けますね。はい、ここに、このグリップ自体の充電をする USB Type-C のポートです。はい、そしてコードが伸びてて、今ねモジュラーのところに USB Type-C で接続をしております。モジュラーない方はね、専用のこう USB Type-C の用の穴が開いてるねカバーがありますので、そこから差し込むということで、これもねこのボルタのセットになってます。はい、今日もね持ってきてるんですけど、ちょっとカバンの奥の方にね入ってるのであえてちょっともう出しません。はい、そしてこの ND フィルターですけども、ちょっとねお散歩途中にも言いましたが、テレシンさんのねこういう箱に入ってまして、よいしょ。で、今ここ ND8 を使ってるんですけど、はい、CPL と ND1632 ですね、これのセットです。
で、これ箱に入ってるんですけど、ケースがないのでね、他のやつを一緒に持ち運ぼうと思うと、こうね、ちょっと箱ごと持って歩かないといけないっていうのがちょっと難点です。これのなんかいいケース売ってないかなということで、今探してるんですけど、まあもちろんね、1個しか使わないときは本体につけとけばね、もうあとはこれ家置いとけばいいんですけども、いろいろこう変えてみたいなというときは、ちょっとね、この箱のままだと困りますね。はい、一応このテレシンさんの、この ND フィルター、製品概要欄、説明概要欄の方に、製品のね、リンク貼っておきますので、またちょっと Amazon の方で見てください。はい、テレシンね。はい、こんな感じになっております。はい、こんな感じで今日はボルタを装着してのお散歩装備でした。はい、さっきちょっと触れました、USB をね、Type-C を挿す、これが専用のドアですね。これが付属で付いております。はい、これをね、GoPro のサイドカバーとね、交換して、普段はですね、標準カバーがこんな感じになっておりますが、はい、ここのね、横に USB Type-C を差し込む穴が開いてるね、こんなドアが付属で付いております。はい、これと交換して使うということで、はい、そしてこのね、プラグをそこの、この横のね、この穴に差し込むという、そんな感じでね、使います。はい、改めまして、ジジさんです。さあ今ね、もうお散歩の帰り道ですが、時折ね、すごい風が吹いてきます。そしてこのボルターね、結構やはり、バッテリー搭載しているということだけあって、かなりこう自撮りしてるとね、腕にずっしりきますし、ヘッドがこうね、ビーンと伸びないところがやっぱりこれ難点ですかね。ジジさんの短い腕だとね、かなりこう自撮りで持ってるとなかなかね、ジジさんの顔がクロップされたような感じになって、全体がね、なかなか撮りにくいという難点がどうしても出てきますが、まあ一方でね、そのマウントのところにリモコンがついているので、そこで手元でね、操作ができるというところがね、ちょっといいなというふうに感じました。はい、まあどうしてもね、離れて撮りたいときはやっぱりザ・リモートをね、持ってきて、手元でね、こうリモコンでピピッとやるのがね、まあ一番いいでしょうか。はい、まあしばらくちょっとボルタね、使っていこうと思います。やはりちょっと GoPro のね、本体の内蔵、こう入れてるね、バッテリーだけだと結構減りが早いですし、交換の時期を気にしなきゃいけないんですけども、こうボルタでずっと給電しながら撮ってるとね、その辺あまり気にしなくても結構な容量があるので、まあその辺はね、結構大容量バッテリー搭載した気分で、感じがね、いいですね。さあ、そして今日ね、試しにつけてみました ND フィルター、テレシンさんの ND フィルター8ですけど、一番まあ薄いやつですけどもね、はい、どんな感じでしょうかね。今ちょっとこれ木陰に入っているので、あまりこの ND フィルターをね、つける意味がないと思いますが、日照りのところでは結構ね、いい感じに効果出てたら良かったかなと思うんですけども、かえってその辺ね、映像確認するのが楽しみな状況になっております。さあ今日の帰りのお散歩雑談ですが、いやまあ最近ね、急にインスタ360がね、とんでもないものをね、出してきました。まあ海外含めね、日本の YouTuber さん、特にガジェット系の YouTuber さんね、もうすでに提供をね、してもらってレビューされてる方、早速購入されてる方、いろいろいらっしゃいますが、インスタ360RS1 インチのね、360度カメラということで、かなりね、なんかトロフィーみたいなね、すっごい頭でっかちな、ちょっとポケットには入れれない感じのね、やつが出てきましたが、どうでしょう、皆さんのレビューを見てるとかなり 6K ということで、 6K の360度カメラということで、綺麗な映像が撮れてたような気がしますね。まあ、インスタ 360RS のね、通常の360度ね、これだと結構画像が荒いんですけども、さすが1インチライカとのコラボということでね、かなり解像度の上がった360度動画をね、結構こうプロモーションされてる YouTuber の方出されてましたね。ただしお値段11万8000円ということで、ちょっと個人で買うにはなかなかちょっと勇気のいる高額な値段になっております。ただもう再来週ぐらいですかね、 Amazon プライムね、2日やってきますけども、まあそこで安くね、買えたらいいんですけども、
わあ、最近のこのね、物価の高騰と、まあ、iPhone なんかもね急に値上がりしましたし、なかなかね厳しいんじゃないかなということで、まあ、値下げはねあんまり期待はしてないんですけども、まあ、あのせめてねちょっと10万切るぐらいのね値段で売っては欲しいなという気はします。まあ、いずれね、値下がりはね値崩れはしてくると思うんですが、まだまだ発売したばかりということで11万8000円の壁ね超えにくいんじゃないかなというふうに思いますが、皆さんどうでしょうね。まあ、これからやはり360度カメラがトレンドになってくるんでしょうか。まあ、ジジさんのこのお散歩では360度カメラ無縁かなということでね今までお話ししてきたんですが、やっぱこう丸ごと撮ってね、ね、でまあちょっと編集は手間はねかかるんでしょうけども、なかなかいいですよね360度カメラ。じいさんも最近ねちょっと360度カメラいいなと思うようになってきて、でカメラのその音声っていうかマイクね、マイク自体もそんなにやっぱ悪くないんだよね360度カメラで。そう考えてくると高解像度でね音声もよく撮れて、でまあ撮り忘れのない360度くるっとね、まあその時ちゃんと録画してたら周り周辺全部ね丸ごと撮れるんで、あ、撮り逃した、あっちのアングル撮り逃したとかいうのもね、まあなくなるっちゃなくなりますよね。まあそういう意味ではちょっとね、まあインスタ 361X2 で十分だっていう人もねいるかもしれませんけども、あれもまたちょっと値上がりしたよねアマゾン見てるとね。いやー物価高円安なんとかなりませんか、これなんとかならないな。はい、ということでちょっとねお値段高い間はジジさんもちょっと手が出ません。はい、ということでしばらく、こっちの方はねインスタ360RS1インチのね360度カメラ、こっちはちょっと様子見かなという感じです。はい、それとねもう一つの話題は、とあるジジさんがよく見てるね海外のガジェット系の YouTuber さんね、この方がねちらっとなんか予告的に出してた、まあ動画じゃないんだけど画像を貼ってて、でそれにはね 6K360F のデュアルスクリーンっていうねそういう広告っていうかサムネイルみたいなものをねちょっとコミュニティにね掲載されてて、それのねパッケージの一部だと思うんですけども、どう見てもねその字体とね、なんていうのそのデザインがね XTU なんだよね。どう見ても XTU なんだよ。で気になっているのはその 6K、まあ、30fps は置いといてね 6K しかもデュアルスクリーンね、なんだろうということでね、まあ、近々なんかレビュー動画出されるみたいですけども、これもし XTU でなんか 6K の新しいねアクションカムのデュアルスクリーン出してきたらこれちょっと驚くよね。で一つもう一つ思ってるのは 6K なんでもしかしたら 3K3K 足して 6K の360度かなとかね、ただまあデュアルスクリーンっていうね、文言が書いてあったのでどうなんだろうとすごく気になってます。まあ、近々その YouTuber さんレビューをねされるということなんで、まあ、正体がわかると思いますが、もしややはりこれ XTU だったらねすごいなと思って、ちょっとね XTU のサービスっていうかサポートの方にもなんか最近新しいのを出そうとしませんみたいなね、まあそんなことねまだ発売されてなかったら秘密は言わないと思うんですけども、まあ一応ダメ元でねなんかそんなことありませんかっていうね、もしそういう新しいのを出そうとしてるんだったらもうちょっと早めになんかプロモーション協力したいんで連絡くれたらねプロモーションしますよまでにちょっとね付け加えて XTU の方にちょっと言ってるんだけど、これ XTU じゃ全然なかったらなんか恥ずかしいなと思いながらね、まあちょっとねコンタクトをね今取ってるような状況です。まあ週末なんで向こうもお休みなんでね返事は週明けにしか来ないと思いますが、まあどんな回答が来るかっていう感じですね。はい、そしてその海外の YouTuber さんの動画がね上がるのが非常に楽しみです。まあこうやってアクションカメラとかねこうガジェット界ね、まあ物価円安はあるものの海外では結構ね、あまり影響なくね盛り上がってるみたいなんで、またこの YouTube のガジェット界も
盛り上がってくるんじゃないかなというふうに思います。まあしかし暑い、もう暑い、もうこのままねずっと喋ってるのしんどいんで、今日のお散歩雑談はここまでにしたいと思います。やはりちょっと軽装備がじじさんにとっては楽だなっていうね、今日そんな風に思いました。またちょっとね余力ができましたら ND フィルターの違いでどういう見え方の違いがあるかなんかっていうのを、まあ、検証できたらなと思いますが、残念ながら来週はもうねあの台風が来て雨なんだよね。なのでもしかしたら来週はちょっとねお散歩動画またお休みにして、なんか他のね動画出せるようだったらまたね出したいなと思います。あとまあね皆さん Amazon プライムねやってきますんで、エントリーの方忘れずに、そしてお買い物の方はスマホのアプリからお買い物ね、これね間違わないようにお願いしますね。はい、ということで今日のお散歩雑談はこの辺です。はい、こんな感じでじじさん天気のいい日、体調のいい日、週末お散歩に出かけております。最近ちょっと膝が痛いんでちょっとねなかなかその辺気遣ったりしてますが、こんな感じでゆるゆると雑談とかやってますんで、まあ長い目でこのチャンネル応援いただければと思います。また皆さんあのこのチャンネル遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。